どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。ということで、今回も前回と、まあ、ほとんど同じですね。ちょっと進んで戻って終わりな動画になると思いますが、はい、飽きずにお付き合い願える方は改めましてよろしくお願いします。ということで、立ち話もなんなんでもう行っちゃおうかな。特に今回改めて話すことはないかな。あれ？なんだあいつ？あれ？右になんかおじさんいるよ。あれ？あんな人いたっけ？ちょ、どいで。お姉さんどいて。あ、じゃあちょっとまずあの人に話しかけてみよう。ちょっとあれ？なんで邪魔すんの？ちょっと、積んじゃったよ。はい。え、あんな人いんの？ちょっと待って、並び替えしてから。敵でしょ？神田竹系かな？神田竹系かな？はい。いや、見落としてた。あれ、いたっけあんな人。あ、しまった。奥から行かないとダメか。どうやって行けばいいんだ？こっちから確か行けたよね。うん、行けた行けた。さて、じゃあ歩きながら。まあ、今回ちょっと、まあ、今思わぬ出会いがあったんだけども、まあ、もしかしたらね、もしかしたらというか、ドラクエとは全然関係ない話とかもしながら、まあ、プレイしていくことになるかもしれませんが、まあ、そうなった場合はご了承ください。まあね、あれ？どうやって行くのあれ？え、どうやって行くのあれ？ん？どうやって行くんだ？なんか裏道でもあるの？あれ？あそこどうやって行くの？いや、まずいな。思わぬところで時間食ってしまった。あ、で、すいません。これもね、カットするかどうかわかんないけど、一応ノーカットで行くつもりなので、はい、ご了承ください。あれれ？どうやって行くんだっけ？こっちから行けたよね。あれ？こう行って、で、ここまで来た。ここまでいいでしょ？あれ？あ、あれ？で、あ、で、こうか。はいはい、失礼しました。おじさん何してんの？見つかったかって。ごめん、ちょっと見つけるのに時間がかかっちゃったね。すいません。ん？盗んだ。誰から盗んだのこれ。お、神田太郎、古文？相変わらず古文か。まあ、普通に戦えばいいかな。さあ、どんな強さか。この闇の世界の神田古文がどの程度の力かをちょっと見ておきたい。ん？全然大したことなかった。なんだよ。で、何取ったの？時の砂、ああ、時の砂だね。はいはい。いるんだかいらないんだから謎の。時の砂はね、戦闘中に使うと、まあ、要するに、その戦闘を今までやったことをリセットするんだよね。リセットして、もう一回戦い直しみたいな感じかな。そういう説明でいいですよね。で、だから、絶対絶命のピンチになったり、あとなんだろうね、メタルキング倒すとかにも使うんですかね。まあ、ちょっとわからない。さあ、まあ、とりあえず進んでいこう。で、なんだっけ？あ、そう、話が完全に途中でしたね。何を言いたかったかっていうと、なんだっけ？そうそう、だから、コメントでもね、今日ちょっと頭が真っ白だな。コメントでも、なんだっけ？そうそうそう、ラジオ代わりにして聞いてるよっていうコメントをいただいたのでね。まあ、本当に、そういう感じでこの動画を捉えていただけたら、いや、まさに、私が理想としてしていたところなので、はい。だからね、そう、適当なお話も交えつつやっていこうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますね。まあ、普通に進めばいいか。で、最近ね、またパート1から見始めてくれてる方も、はい、おりまして、いや、こんな動画で、ね、本当に恐縮する限りばかりですけどね、ありがとうございます。
さあ、ピエール、いかんな。ちょっとピエールはしゃがせすぎたな。あんまユーラ使わせないようにしないとね。おぉ。ムラがあるね、バギクロスは。ダメージの幅に。ピエール、マジックパワーちょっとね、節約して。気を使おうね。エビルスピリッツ氏はブラウンでいいか。さあ、でね、そうそう、最後まで付き合ってくれるっていうね、そういうコメントもいただきましたからね、もう勇気100倍頑張っていきますのでね。まあね、友達もね、まあ、最近は同じことの繰り返しのプレイが続いているんですけども、それでもね、実感として、まあ、だいぶここの辺の敵も倒しやすくなったかなっていう感じですね。だやっぱり成長はしてるんですよね、みんな。頼もしい限り。うまくいけばね、このままだと、まあ、そんなに思ったより長くかからずにラスボスに挑むだけ、よしよし、挑むだけ挑めるかもしれないですね。いいよ。まあ、回復はいいかな。あ、それでそう、ゲームプレイを頑張るって言った矢先でちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと今ね、ちょっとした問題にぶち当たっておりまして、何かっていうと、投稿の頻度がちょっと、短すぎて、投稿の頻度がありすぎてって言っていいのかな。あまりにもたくさん短期間に投稿しすぎて、個人に割り当てられたその動画の投稿の最大容量っていうのには限界があるんですけど、このままだと遠くない将来、その動画の容量がなくなって更新できなくなっちゃう可能性が出てきたんですよね。で、一応プレミアム会員なんですけど、プレミアム会員の場合はその月ごとに1ギガずつ新たにまあ、もらえる制度なんですけど、まあ、要するに、もしも、その前に尽きてしまったら、その、1ヶ月ぐらい ?1 ヶ月後に、その、新しい容量を余分にもらえるまで、投稿できないという、そういう恐ろしい未来図が、ちょっと、現実のものになりかねないので、こっちだったんだよね。はいはい、ここまで来たんだよね、前回。あ、なので、今後もしかしたら、将来、もうちょっとしたら、投稿のペース、私、時間はあるんですけどね。時間はあるから別に、動画を撮ること自体は、まあ、編集もね、全然時間かけませんから、まあ、何ら苦ではないんですけども、その、動画投稿の容量の面で、あ、ちょっと、ヨーラ、ちょっと やりすぎないで。容量の面でもしかしたら、その、投稿のペースを抑えなきゃいけなくなる。かもしれないんですよ。で、そうなった場合は、まあ、ね、それこそかつてはね、1日5本とか6本とか上げてた懐かしい時代もあるんですけれども、どうだろうな。だから場合によっては、その週1本にせざるを得ない。要するにドラクエ投稿が週1回とかに、制約しなきゃいけなくなる場合がもしかしたら、そう遠くない未来にあるかもしれないので、もしそうなった場合は本当にすいませんが、はい、どうかご了承いただきたく思います。ね。あんまり早く上げすぎるのもダメなんですね。よし。じゃあちょっとおしゃべりはこの辺にして、前回はここをスルーしたんだよね。ここを行くのやめたんだ。こっから先は初めて。ん?ガルバ?わあ、なんか、封印の洞窟思い出すな。うわあ。じゃあ一応ガンガン行こうぜでやってみるか。で、ガルバ呪文が効くかどうか試す。うわあ。
めんどくさい。イオラは聞く。マイクロさ聞かない。イオラは聞く。冷たい。はい、わかりました。そしたらコドランとマーリンにちょっと出てもらうか。早っ。いいよ。スカルゴン、スカルゴンでいっちゃった。スカルドンではね、炎が引くからね。痛い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 、超痛い超痛い。くっそー。まあこっちは柔軟な入れ替えで対応するからね。よし、いや、新しい敵出ましたね。ちょっと気をつけないと。OK。で、そろそろ並び替えしとくか。お、なんかあるよ。怖いところがあるよ。ん？びっくりした。ん？これひょっとして。ん？なんだお前たちは。今、マーサ様、お母さんだ。マーサ様は、我らが魔王、ミルドラース様のために祈りを探してあげているのだ。マジで？邪魔する奴は、こうしてくれるわって。なんか、超可愛いけど、このグラフィック。何？あ、全然可愛くなかった。全然可愛くないよ、この人。じゃあ、ベーホマンを、そうだな。ケンタスでいいか。熱っ！やべやべ。ケンタスは火に弱いんだよ。あ、ブラウン、あれ装備してる。あ、違うよ。あれ装備してないよ。あれ？あ、魔人の金槌装備させたままか。そうか、そうか。いかんな。いかんな。まあいいや。とりあえず、ここは、力押しで。はい。お母さん。お母さん。あの、夢でしかまだ見たことがないよね、お母さん。ああ、幽玄。幽玄ですね。来ちゃったよ。母はどんなにかあなたに会いたかったことでしょうと。偽物じゃないよね、もう。ん？お、私がさらわれたあの日以来、あなたのことを考える日はありませんでした。幽玄、なんとたくましく成長したことでしょう。レベル40だもんね。今こうしてあなたに会っていることがまるで夢のようですと。まあ、すごい、本当に夢のような恐ろしい世界来ちゃったけどね。ん？もうこの母は何も思い残すことはありません。さあ、下がりなさい。え？下がっちゃ、え？勝手に動いた。何今の動き。幽玄、大魔王ミルドラースの魔力はあまりに強力です。ドラクエってなんかラスボスの正体をつかむのってすごい最後の最後になってからだから、なんか急な話で困るよね。ファイナルファンタジーとかはさ、なんか割と最初から、名前が出たりしてるから、なんか心情的にもわかりやすいけどさ、ドラクエ5ってさ、ギリギリになってやっとミルドラースって出てくるよね。まあいいや、それ、せめてこの私が、この命に変えても、その魔力を封じてみせますと。馬車が危ない、落ちちゃう。全知全能の神を我が願いを聞きたまえ。我は偉大なる神の子にしてエルヘブンの民なり、エルヘブンの民か。神をこの命に変えて邪悪なる魔界の王ミルドラースの、ん？何？おお、雷が鳴る。馬車が落ちちゃう。危ない。踏ん張ってみんな。ん？ミルドラースの魔力を甘く見てたのか。ああ、雷に撃たれちゃった。ああ、こんなはずは、それほどまでにミルドラースの魔力が、お母さんがまずい。神よ、私の可愛い幽玄のため、今ひとたび私に力を。お母さん。ん？どこからともなく不思議な声が聞こえてきたよ。
マーサ、マーサ、もうよい。ん？お前は十分によくやった。ん？お父さん？お父さんだ。うっすらお父さん。あなた。うんうん。どうやら私たちの子は、私たちを超えたようだ。え？そうなの？子供たちの未来は、子供たちに託そうではないかと。お父さんも久しぶりだよね、すごい。さあ、マーサ、こっちへおいで。うん、はい、あなた。ああ、お母さん死んじゃった。遅い。馬車が落ちちゃう。ユゲンよ、私たちはいつでもお前たちを見守っていると。ありがとう。ああ、消えちゃった。頑張るのだぞ、ユゲン。今日は全然喋れない。頑張るのだぞ、ユゲンか。はい。うわあ、急展開。頑張れって言われちゃったね。なんか落ちてる。何も落ちてないね。そうか。ミルドラースの力が強すぎてお母さんがやられてしまったよ。ちょっと悲しい。敵出るんだ。ちょっともうちょっと干渉に浸らしてくれてもいいんじゃない？もう。お。ケントスに化けるの初めてかな。あ、焼けつく息だ。あ、向こうもやってくる。あ、ケントスがやられちゃったよ、逆に。ちょ。ボロンゴ。いて、あ、強え。ケンタスは敵に回すと強い。まあ味方にしてももちろん心強いけどね。うぅ。参ったね。ケンタス麻痺いっちゃったね。まあや、麻痺はやめて治るからいいけど。おお満タンにすると、ああ、麻痺も治してくれるんだ。へぇ。オッケー。こっちかな？宝がありそうな、お！なんかすごいものがあるよ。よし、これ取ってやろうじゃないの、今日は。どうやって取ればいいんだ？ピピ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 っていくと、まず階段に入るね。これ階段にまず入っとけって話じゃない、ひょっとして。ねえ。どうせそうでしょ。あの、ドラクエ名物の。画面ゴンロード出るのは一番まずいよ。こいつはもう打撃なんだよね、とにかく。だから、あ、そうか。そうだ。ケンタスのバイキルトがいいっていう話だね。じゃ、これでいこう。ありがとう。どうだ、見たか。ガメロ。あっち、稲妻やめて。超痛え。オッケー。やめて、痛えから。よし、じゃ、これで、これで十分だね。オッケー。強っ !526。ありがとう。お、甘いよ。よーし。バイキルトで安定するね、ガメゴンロードさんがね。いいことを知りましたね。うん、これ一回降りてさ。うわぁ、めんどくせえ。あ、いや、今回あれ取りたいな。調べよう。ん？あ、最終的にこれ逆走すれば、で、この下か。下があんのかな。あそこに行きゃいいのね。あそこに行くには、わかんないな。ちょっと邪魔。字が邪魔で。とりあえずこれ乗ってみようか。これ。よいしょ。で、ん？なんかある。邪魔。これ行っても戻るだけ？あ、これ、あ、これダメだ。意味なしだ。意味なしルートだ、これ。ここは外れ。外れだから、あ、もう乗んなきゃダメだ。で、これ行って、あ、こう行って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 、で、あれ、これでも行けたんじゃない？
ヒュ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 。はい、いけた、やったー。楽勝。あ、敵だ。ん？ゴルバ。新キャラ。ここは焦らずに、幽玄と、あ、ちょっとヒットポイント怖いけど、コドランとマーリンペアで、ベギラゴンは悪魔神官に当たるかな。一手。よし、有効。よしよし。オッケー。おう、うっそ、やめて、そういうの。めんどくさい。痛い。激しい方のは効かないのかな？やめてよ。あ、分かった。じゃあ、こいつ最優先だな。こいつ先に通さないと。あ、コドランが危ない。素早いやつ、素早いやつ。ピエールいいか。あ、いけ。よし。うん。なるほど。ゴルバは、レギュラーゴン系効かないのか。よし、ポロンゴ。オッケー。よし。一応ベホマ入れてと。これ何？聖なる水差し。うん。これ装備品じゃないから多分ゲームクリアに必要なアイテムなんだろうな。はい。太陽の冠。あ、これは伝説の頭に被るやつじゃん。よし。これ装備できるよね、幽玄。装備させましょう。めんどくさいな。祈りの指輪は、いいよ。周りにあげる。で。はい。おー、守備力がすごい上がる。よし。35万上がった。よしよし。脱出しよう。どうやって出るのこれ。ん？これどうやって出るの？ヒュ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 。え？これどうやって出るの？あ、これか。ヒュッと。で、ヒュッと。よし。あの宝取りたいね。あ、簡単に取れんじゃん。よいしょ。何？お、メガ、またメダルか。この後に及んでメダルはもういらないんですけど。あれどうやって取るの？ヒュ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 。あ、これ乗らないとダメかな。ヒュ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 。よいしょと。で、で、あの階段に乗らなきゃいけないのか。あの階段に乗らなきゃあそこには行けないね。ヒュ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 。あ、こっから行ける。あー、もう。スカルトン？ん？こいつは確か、あれ、バギ系効かなかったんだっけな。あ、そう。炎だ、炎。炎を。で、ドラゴンの杖使っちゃおう。さあ、炎をお見舞いするぜ。どうだい？で、ベギラゴンで完璧。あ、くそ。くそ。一旦で決まんなかったか。残念。ほら、タフだな、意外に。よーし。オッケー。お、レベルアップいいね。もっとヒットポイントを伸ばしてね。頑張ってほしい。おっと、ケントスが来た。まあいいや。よし。ヒュ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 とこうなったら、ここに乗って、ヒュッと。よし。よいしょ。よいしょ。OK。やまびこの帽子？あ、これあれか。装備するとあれだよね。もう一回呪文使えるやつだよ。いいね。誰も装備できるだろう。はい、マーリン行けます。ベホマン行けます。これマーリンでしょ。やったー。これでベギラゴン2回使える。あ、でもマジックパワーの消費どうなんだろう。1回分でいいのかな。まあちょっと守備力下がるけど、まあ仕方ないでしょ。よし。なんかマーリンが強くなりそうだよ、そう、これ。シュ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 。よいしょ。こっちか。おう。ダークシャーマン？あれ、こいつギラ系効かないんだっけ？まあいいや、とにかく。ブラウンでいい。あー、ベギラゴン使うのか。じゃあ効かないか。やったー。あんま効かないね。
おお。いいね。いいね。よし。おお。周り無双になっちゃった。やったー。いいもん手に入ったね。よし。で、69になったってことは、あ、ダメだ。マジックパワー2回消費したことになってるね、これ。わお。あ、いや違うよ。もともとベギラゴンってマジックパワー消費10だよ。10だったかな。だから1回分だよね。うん。1回分ってことになってるよね。まあいいや。後で確認してみましょう。この回はあと何がある？あとないかな。ヒュ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 。あ、なんかあった。あそこね。あそこ出てくるんだっけ。いやでもあそこ行ってももう全部行ったね。あ、全部行った。よし。全部行きましたね。はい。OK です。ヒュヒュヒュ。あ、間違えた。間違えちゃった。あれ？どうやって行くんだっけ？脱出法を忘れました。あれ？あ、これだ。見にくい。ん？マヌカンだって。とりあえずゴルバー倒すか。やめて！いって！いって！なになに？ちょっと。何が起きてんの？わあ！やばい、こいつ強いぞ。ここはピエールに。うわ、なんか色、多彩だこいつ。アイテム使わないで。やばいこいつ。うーわぁ。ちょっと待って、大ピンチ。ちょっと待って、こいつ、顔に似合わず。すげえ強い。落ち着け。ここは、もう奴ら攻撃力今、えらいことになってるから。あ、まずい。大ピンチ。落ち着け。ボロンゴと、落ち着け。コドランだ。よし、任せた。これきつい。よし。よし、激しい炎効く。オッケー、覚えとこう。ふぅ。よし。いやー、びっくりした。マヌハーン強いね。覚えとこう。いやー、久々の全員野球。ね、そう。夏の甲子園もやってることですしね。全員野球を重視で。頑張っていこう。キアリ。いやー、参ったね。強いよ、ここの敵。これ？これ乗るの？これ乗って、で、これ乗んだっけ？で、あれ？で、これか。で、こうして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 、で、こうして、はい、帰ってきた。よしよし。で、ここのフロアは終わりで、あとは下に行けばいいな。よし。じゃあ、ここで帰ろう。いや、今日は十分やった。十分やった。うん。帰ろう。いやー、なかなか大変でしたね。よし。さあ、疲れたら、まずは宿に泊まって疲れを取ろうね。よし。うん、お金がたまらないな。はい。まあ一日中こんな暗いとね、なんか疲れが取れた気がしない、そんな感じになりそうですね。うん、やっぱ太陽の光って大事だよな。さて、じゃあお金を預けとこうね。いいよ、お金。1万ゴールドね。うん。間違えた。
ちなみに今お金いくら？2万ゴールド、はい。足りない。まあまあ、じゃあ今回はここで終わりましょう。はい。いや、今回割といろんなことがありましたね、イベント的にも。ねえ、お母さんに会ったと途端に別れなきゃいけないという悲しいことになって、まあアイテムもいろいろ手に入りました。はい。じゃあそういうことで今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、毎回ご視聴本当にありがとうございます。ではこれで失礼します。